オーナー、今日はジョセリンの誕生日です。最近ね、ちょっとねジョセリン元気がありません。なんでそんなジョセリンをね元気いっぱいにさせたいと思います。こちらサスケのねグッズをねコツ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 いろんなとこでね買い集めてね、今日のために準備してきました。そしてもう一つ、こちらケーキです。特別なものとなっております。まだ俺もねどんな感じかね見てないんですけども、楽しみです。ハッピーバースデージョセリン、ハッピーバースデージョセリン、ハッピーバースデージョセリン、イエーイ、コングラチュレーション、ジョセリンおめでとう。ジョセリンいつもありがとうね。じゃあこっち来て、ジョセリン。とりあえず目をつむってください。目を閉じていきますよ。よし、気をつけて。そこ、ここに座って、ここに目を開けてください。どうぞ。たらー、ハッピーバースデージョセリン、ハッピーバースデージョセリン、ハッピーバースデージョセリン。ジョセリンさんね、サスケさん大好きじゃん、ナルト。だからね、俺ね、もう必死にね、必死にヤフーオークションとかメルカリとかもう毎日のように見てジョセリンさんのために集めました。待って、これカード、うん、それはカードです。レアなカードです。なんでですか、私、はい、カード興味ねえじゃねえかよ。こちらのカードは世界に700枚しかありません。なんでこんなの買ってんの。こういうカードもね、これ前安く売ってたんですよ。あんたの好きなもの含めてんだけど。いやそんなことはないですよ。だって私カード全く興味ねえぞ。ちょっとじゃあさ、ケーキもあるからさ、ケーキ開けてみてよ。おー、さあ、テアモジョセリン。なんですかこれ。どうですかこれ、サスケくん、かっこいいでしょ。これ作った人すごいわ。すごいでしょ。これ食べたくねえだろ。で見て、ほら、そのこの絵だけじゃなくてね、周りのこの装飾もね、ハートとかね。あ、紫。そうそうそう、紫ハートで、はい、あとこれも。これはね、なかなか限定ものなんですよ。おお、結構でも安く買えたんですよね、これも。そしてそちらは、これもねメルカリでねちょうど見つけてさ、ほらほら見て見て、めっちゃ良くない？サスケとイタチのクリアファイルで、またサスケの、ほらサスケー、これもめっちゃ安く買えたんですよ、実は。そしてこちら、そう、前撮ろうとしてた UFO キャッチで撮ろうとしてたやつね。あとはまあポスターカードとかね。お、どうすか、ゲームのポストカード。これもなかなかレアものなのでね。あとこれもね、裏表あるね、下敷き。あんたやばくねか。で、あとこれね、レアもののシールね。これこれも安かったからね。すごいでしょ。おお、ね、これも丁寧にさ、こう入れてね、送ってくれてさ、この人。おお、でね、まだあります。これ以上、お母さんからジョセリンにプレゼントです。なんかあんたの母いつも綺麗なもの送ってくれ。ちょっと待って、私は違うってか。でも綺麗、めっちゃ綺麗だねこれ。ありがとうございます、友人の傘。じゃあこれラストのプレゼントです。これはちょっと一回目をつぶりながら出してほしい。はい、その紙っぺら一枚見てください、どうぞ。え、あ、嘘でしょこれ。これ本物じゃねえだろ。これは本物じゃないでしょ。こちらですね、岸本正史さんのナルトの原作者のサインです。これはコピーっす。これコピーじゃなくて本当に書かれたやつです。あの、私がもらってきたわけじゃないけどね。すごくね、これ。これはもううちの家宝でしょ、もう宝物。これ触っていいの？あれ
ありがとう、ユージ。なんか言葉が出ない。いや、もっとあんた驚くかと思ったら、もう驚きすぎて言葉出てないじゃん。そう。じゃあ私ね、うん、最後に一つ、ま、手紙を書いてきたので。そう、泣かせる手紙じゃないよね。泣かせる手紙じゃないです。はい、ジョセリンへ、結婚してちょっと泣いて私が泣いちゃった。結婚して5年になります。まだ、まあ、まだですけど、大体もう5年です。お互いのこともかなり知って、昔より喧嘩はしてません。してないね。最近は昔よりジョセリンのこと愛してます。辛い時も嬉しい時も一緒にいてくれてありがとう。ジョセリンは何でも自分でやろうとするけど、いつでも助けるからね。これからも楽しく一緒に過ごしていきましょう。テアモ、ユージ。テアモ、ユージ。テアモ、ジョセリン。テアモ、ジョセリン。ありがとう。じゃあ、岸本先生の参考書に。それほど大事だから。もうこのケーキは食べないさ。うん、食べれねえか、これは。うん、じゃあ、ここさ、見えないとこから撮りましょう。ほら、見えないとこから、ほら。あ、そういうことね。そしたらバレない。おいしい？ちゃんと、ね、ケーキのクオリティも大事だからね。うん、うまい。なんか私チョコケーキ食えるようになってきたな。うめえな。めっちゃ食うやん。かっこいいよね、どう見てもね。かっこよすぎじゃね。ねえ、サスケのパワーだけもらうし。あれ、オーラー。ジョセフのね、今日は誕生日なんですけども、ハンバーガーを食べに行きたいと思います。前食べたことあるんだけど、ジョセフまた食べたいってことで行きますか。見てくださいこれ、カニですよ、カニ。あとここのポテトもめっちゃ美味しいんですよ。カニ食ってみよう。タルタルソースが入ってるんですよね、これ。気になります。うまマックの、 あのエビフィレオってあるんだけど、食べたことない。それの高級版みたいな、わかんないけど。じゃあ私食べさせて、うん、どう？マスタードがうまい。マスタードがうまい。チキンナゲットもね、ありがとうございます。うまい、うまいわ。なんだこれ、人の顔どうなってんのこれ。やべえ、宇宙人じゃないですか。見てよこれ、見て目どうなってんの。でこシャーベットすぎず、いいね。アイスクリーム感もあって美味しい。韓国料理に来ました。
この前食べたビビンバの方が美味しかった。横浜で。